ドリジーです。車の塗装って5年6年10年経つとすごくみすぼらげになります。自分でカー用品買ってっていうのも何を買って何をすればいいのか全然わかりませんよね。 YouTube で調べても山ほど出てくるし、何か高そうな道具を使ってあれこれやってますよね。そこで合計6000円ぐらいの3つを買ってこの動画を見れば、ほぼ鏡のようなツルツルピカピカにできますよ。また格安ポリッシャーをダイソー商品でグレードアップする方法も紹介します。僕が60万円の中古クラウンを買ってから約6年の実績を踏まえて、今これだよと言えるコスパ・タイパが最高の方法を提案します。画面左でパカパカしている研磨剤はこの3つのうち、あなたの車に合った1つを買えば OK です。そうは言われても信じがたいという方に、実証実験を4つ、見応え満点ですよ。僕の愛車クラウンまでもわざと傷だらけにして実験台とします。ほうほう、これは本当かもというところまでじっくりお見せします。注意点もきっちり解説します。最後までしっかりとご覧いただけるようお願いします。最初に注意と警告です。この方法は白や淡いシルバー、色の薄いパステルカラーなどの明るく淡く薄い色専用です。黒や濃紺、焦げ茶などの濃い色は必ずオーロラマークというメラメラと目立つムラムラが塗装面全体に発生します。特に黒の塗装には絶対にやってはいけません。また傷が深い、傷が多いという場合に耐水ペーパーを効果的に使うのですが、やりすぎると車の塗装がなくなってしまいます。なくなった塗装はどうやっても取り戻せません。この2点をしっかり守り、自己責任で行ってください。ではでは、まずはこの動画のメニュー構成です。車の塗装のことを知り、ピカピカツルツルにする道具のこと、僕が中古車クラウンの塗装を6年間どうやってきたか、劣化した塗装の車が今ないので偽状態の塗装を想定した実験の数々、あなたの車の塗装や塗装の状態を知って最適な方法や研磨剤、コンパウンドの選定、最後は一番大事な注意点を、塗膜、つまり塗装の層さえ残っていればいいんです。何回でもやり直せます。車の塗装がどうなっているのか、鏡面って言うけど鏡のような塗装面ってどういうことか、そしてその鏡面に仕上げるための合計6000円ぐらいの道具のことを解説します。まずは塗装のことです。ネットで見つけたエバーグレース様のサイトがとてもわかりやすいので参照させていただきます。ここに5つのタイプがありますが、日本の普通の車は後半4つなので4つを解説します。1つ目は鉄板に下塗りをしたらカラー塗装をするだけの単色ソリッド塗装です。2つ目はその単色ソリッド塗装の上に透明なクリア塗装を重ねた通コートソリッド塗装。一般的に今時ソリッド塗装といえばだいたいこれです。3つ目は通コートソリッド塗装のカラー塗装の部分がメタリック塗装になっているメタリック塗装です。4つ目はパールマイカ塗装です。下塗りの上にベースカラー、その上にウンモの粉を混ぜたパールマイカ塗装、そしてその上にクリア塗装です。重要なのはこれ、ちょっと拡大しますね。塗装の厚さは全部で 0.1 ミリから 0.15 ミリしかないという点です。しかもこの厚さは車種や車格で違っています。また塗装の硬さも車種や車格で違うんです。僕は経験上すごく身をもって知っています。簡単に言えば高級車ほど塗装は厚く硬いです。一般的な車は塗装が薄く柔らかいです。
では次に僕が今回紹介する方法で直せないもの2つです。1つ目はこれ。一番上のクリア塗装がひどく劣化して剥がれ落ちちゃっているものです。これはやりようがありません。2つ目はこれ。10円チョップでの深い傷やどっかに擦って塗装自体がなくなって素地が見えちゃっているものです。次に今回僕の方法をやる必要もなく簡単にピカピカになる例を2つ紹介します。1つ目はこれ。通称水垢です。涙の跡みたいに水の流れた跡が黒っぽくなってるやつです。2つ目はこれ。通称ピッチやタールです。黒いブチってベトってついてるやつで触ると盛り上がってる場合も多いです。これら2つは今回紹介する2つのコンパウンド研磨剤のうちのどちらでも簡単に落とせます。靴のソールを当てちゃってついた黒いしつこい汚れも同様に落とせます。ではでは主役の登場です。今回僕がピカピカツルツルにできるという症状がこの2つです。1つ目は全体的に曇っているように見えて太陽の光の下では白っぽくて写真のように強い光が当たると周囲に光がばらけてぼやける、これです。洗車の時につく細かい洗浄の傷もこれです。洗車傷とか洗傷っていうやつです。次はこれ。通称鱗です。雨などに含まれるカルシウム分やいろいろな成分が水分が飛んで硬くなってこびりついたもので、とても硬く付着していて取るのは困難を極めます。フロントガラスなどにもよくつくやつです。これだけを取るなら僕おすすめのガラス用鱗取りの一品ソフト QQ のコンパウンド Z を使うっていう手もありますが、鱗まみれになっている塗装なのを洗傷や洗車傷も雨あられでどのみちピカピカにはなりません。では僕が合計6000円ぐらいで揃うよっていう道具類を見てみましょう。1つ目はこれです。なぬ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 、オープニング画面にこんなの載ってなかったぞとお叱りは甘んじて何します。でも僕が6年前に60万円で買った中古クラウンもこれを使うってことを知ってさえいれば、次のコーナーで紹介するあれやこれやをいろいろ買わなくてもよかったんです。ダイソーで買えるこれ100円ですよ。こんなもの何に使うんだってのは順に詳しく詳しく解説します。次はこれ。出ました、電動工具です。プロスタッフの電動ポリッシャー、シャインポリッシュです。私は時間と体力は持て余してますわという方は手でやってもできますから不要ですが、普通の人はぜひこれを。僕が2019年2月に買った時は2950円でしたが、今は4500円からという値段です。次はこれ。研磨剤コンパウンドです。どれがいいんでしょうね。あれこれ解説していきますし、実証実験4つを見てお決めください。そして次はこれ。バフスポンジです。日本の製品は高いですし、高級品は目ん玉飛び出ます。中華激安品で十分ですよ。また後で詳しく紹介します。バフ。僕が使っている道具を見てください。真ん中の青いホースの右側はもともと持っていたもので、左側が僕が中古クラウンを買ってから6年間に買ったいろいろです。持っていた電動工具は電動ドリルとサンダーの2つです。電動ドリルに装着する中華アタッチメントを激安で買って、シングルアクションポリッシャーとして使いました。効果は大きいのですが、暴れまくって超危険、精神的肉体的どちらもめっちゃ負担がかかる作業で、ちょっと失敗するとバキンと塗装が損傷するやばい方法です。次はサンダーです。おむつを履かせて使う方法と羊毛パッドを使う2つの方法で使います。平らなとこしか使えません。
サンダーの角を当ててしまうとひどく損傷する、これまた超やばい方法です。この2つは効果もあったのですが、とにかく緊張の連続でめちゃくちゃ疲れます。そしてプロスタッフのポリッシャーを買いました。バフは100均グッズを材料にして自作したり、今回使っているような中華激安品を使います。まあ手持ちの2つの超ヤバ工具と違って安全性が最高。ただクラウンの硬い塗装は攻略しきれません。この時点で耐水ペーパーを使うアイデアがあれば、これから次の買い物はしなかったことでしょう。約1年このセットであれこれやってとてもいい経験になりました。そして2020年7月にボッシュのランダムアクションサンダーを買いました。1万500円でした。一般的に言うダブルアクションサンダーで、パッドはぐるぐる回転しません。2つの小刻みな違う動きを同時にして動くものです。安全性も高く効果は抜群です。切削力の強いウールバフと 3M の F1 を使った威力は抜群で、1年以上あたふたして困っていた深傷の塗装面をいとも簡単にぶっ飛ばしてくれました。平らになった塗装面を鏡に仕上げるためのちょっと高いコンパウンドやバフスポンジも買いましたが、白い車でははっきり言うと不要です。もちろんピカピカになりますが、2、3ヶ月すれば少々曇りますから、今回紹介するリンレイかモノタロウのコンパウンドを中華激安バフスポンジでやっても十分それなりです。要は塗面が平らなら OK ってことなんです。ではでは、僕のボロくなった塗装の車でやってみましょうと言いたいところなんですが、我が家の車は全部ツルツルピカピカなので実例をお見せできません。もっとボロい塗装や無理やり傷だらけにした塗装を再生する実証実験4つをやります。僕が作った図を見ながら塗装面の何がどうなっていくのかを説明していきます。まずはこれです。新車の状態です。表面は平らで、クリア塗装の上面は傷で掘れているところもなければ、上に乗っている汚れもなしです。次はこれ、僕が中古クラウンを買った時、もしかするとあなたのくすんだ車もこんな状態だと思います。塗装表面には紺色で示した無数の傷があって、深いもの、浅いもの、中ぐらいのものがいろいろあって、傷っていうのは塗装面が掘れちゃってるっていうか欠損しています。表面の上に乗っている赤いのは鱗などの硬い物質です。次はポリッシャーにバフスポンジを装着してコンパウンドを使って研磨した状態です。赤い汚れはかなり取れていて、赤いのが乗ってないクリア塗装の部分は少し削り取られています。削り取られたクリア塗装はほんのわずかなので、傷の大半はまだ残っています。残念な現実なんですが、今回全部で約6000円で揃うこの3つのセットは、切削力、つまり切って削る力が弱いんです。その分安全で失敗がないんですが、切削力の強いポリッシャーとコンパウンドとウールバフを買えば、汚れもクリア塗装もパスッと消し飛んで平らな塗装表面になるんですが、買うと諭吉くんが2枚さよなら。おまけに表面に仕上げるためのコンパウンドとスポンジバフも必要になるっていうことなんです。話を進めましょう。さらに研磨を進めると、赤の鱗などはなくなって、クリア塗装も削り取られて、だいぶ傷が消えた感じになります。前にもお話ししましたが、塗装自体の硬さっていうのは車格や車種によって違うんです。柔らかい塗装の車なら、今回の6000円セットで頑張っていけばこのように次々とクリア塗装も削れていきますが、輸入車とかトヨタや日産の高級車では塗装自体が硬くて、6000円セットではちっとも削れません。僕の中古クラウンもそんな1台です。
最終的にどこまで塗装を削っていくかっていうさじ加減は難しい判断ですが、まあ絵にするとこんなとこですかね。多少は深い傷の残党が生き残ってますが、塗装研磨の深追いは悲惨な現実が待っているので、適当なところで切りをつけなければなりません。僕の車三岡01の右前輪のフェンダーを使って一つ目の実証実験をやります。ぶつけて割れて交換したフェンダーです。この車は今年26歳になります。新車を1999年に買ってからずっと僕が自分で面倒を見ている楽しい車です。僕の13番目の動画をご覧ください。うほほ、このフェンダーを使っていろんな塗装研磨の実験をやってきました。その痕跡が残っていますが、今回は今までやってない領域の3箇所を使って実証実験をやります。前にも言いましたが、今回の6000円セットではこの塗装色、濃い紺色みたいな濃色車ではオーロラマークが必ず残りますから、絶対にやっちゃダメです。白や単色車でやりましょう。3つの実証実験を始める前に、この塗装が何物なのかをダイソー100均の耐水ペーパーで削り取っていきます。ダイソー耐水ペーパーは5つの粒度のペーパーが2枚ずつ計10枚入っていますが、2番目に細かい1200番のペーパーを使ってみます。この部分を削っていきます。タイマーを右に置いておきますね。このフェンダーは FRP 製で、普通の車のような鉄板ではありません。たまに研ぎ汁の色を確かめながら作業します。単色ソリッド塗装だと思ってましたが、クリア塗装されているようです。研ぎ汁が白いですよね。単色ソリッド塗装だったら研ぎ汁ももう青くなっているはずです。約35秒で研ぎ汁が青くなりました。とはいえクリア層はとても薄いと思います。約1分で異変が現れます。色が変わりましたね。青い塗装が終わって下地が見え始めたのかもしれません。もう下塗りが出てきたのかと思いましたが、明るい青色の層が出てきました。ここでまた異変です。真ん中部分に注目してください。少し色が薄くなってます。今度こそ下塗り層が出てきたのかもしれません。間違いなく下塗り層が出ました。削っていた時間は正味2分半から3分ぐらいでしょうか。僕が予想していたよりは塗装は厚めでした。ただ削っていてわかるんですが、この塗料はとても柔らかいです。意外にも2色塗りのメタリック塗装でしたね。塗装は柔らかいタイプです。この柔らかさであれば6000円セットの研磨でも結構削れていくと思います。それでは3つのコンパウンドを使った検証実験に入ります。超ひどい線傷、超ひどい洗車傷がついているという状態を作るために、1200番の耐水ペーパーでひどい傷だらけ塗装にします。車全体がこんな傷ならびっくりというレベルです。これを6000円セットで研磨してツルツルピカピカになるのかを実験してみましょう。研磨時間は1分足す1分の合計2分間で、1分やったところで様子をチェックします。まずはリンレイのコンパウンド&ワックスです。これは約1000円ぐらいで 280g 入りと少々お高いですが、性能は素晴らしいです。手で磨く想定で作られている製品です。傷消し、表面仕上げ、
ワックスが同時完了と書いてありますが、嘘はありません。それだけでなく、ピッチやタールといった油っぽい汚れも溶けるように落ちます。僕は多分15年ぐらい使い続けています。素晴らしい製品です。1分間の研磨では左右方向にヤスリによる線傷が少し残っています。映り込んでいる家の背景の輪郭がぼやけている点にも注目してください。1分後の状態と比べると線傷はさらに消えています。背景の映り込みもより輪郭がくっきりしていますが、まあボロボロの車だからって言ってやったらこのぐらいになっていればまあまあいいんじゃないでしょうか。次はモノタロウの1リットル入りコンパウンドです。リンレイと同じような機能で傷消し、表面仕上げ、ワックス同時です。1リットルと大量で2000円ぐらいですが、モノタロウは3500円以上買わないと送料がプラスされる点が難点です。すっごく意外なんですが、モノタロウの1分後いいですね。なんということでしょう。おやまあ、モノタロウはリンレイより少し劣る性能だと思ってましたが、意外や意外、リンレイより綺麗ですね。3つ目は 3M の F1 です。今までの2つとはキャラが違います。ピカピカツルツルの表面に仕上げる能力はありません。ワックスもシリコンも入っていません。とにかく切削力が強いタイプのものです。3M のコンパウンドは業者向けプロ用品がほとんどで、これもそんなものの一つです。 300g で2000円という値段も3つの中で最も高価です。どうして3つのうちの一つに登場させたのかというのは、コンパウンドのいろいろあるタイプの一つとしてどうしても見てほしかったからです。次の実証実験で紹介しますが、柔らかい塗装のこの01のフェンダーのような場合には6000円セットでツルツルピカピカになる可能性もありますが、硬い塗装の場合には傷がついたクリア層を削り取る能力はありません。今回僕はそうした場合に耐水ペーパーをうまく使う方法を提案するんですが、その方法は注意して上手にやらないといけません。それはちょっと怖いなぁとなれば、この 3MF1 のようなコンパウンドと切削力の強いウールバフの組み合わせでクリア層を削るという方法もあるんです。まあとにかく容器には細めコンパウンドなんて書いてありますが、少なくとも切削力に関しては粗めクラスです。そのくせ粗めにありがちな傷残しは全然ありません。三岡ゼロワンの実験でへーと思うこともあったと思います。では次に僕のクラウン白パール塗装に同じことをしましょう。ちょっとだけ違うのは耐水ペーパー2000番を使う点です。三岡ゼロワンではより目の粗い1200番でも6000円セットでピカピカになるよっていうことをお伝えしたかったんですが、実際に僕や皆さんの車でやるときは1200番のペーパーは使いません。より目の細かい2000番の耐水ペーパーを使います。そしてあんなにガンガン削りません。2000番で弱く弱くさするように軽く削ります。それで十分一皮むけるんです。クラウンでも極端な例としてガンガン削ってみます。かっこわら、わら。それと取扱い注意のプレスラインのことも解説します。車体の鉄板が山脈のように尖っている線をプレスラインと言います。
ポリッシャー研磨でも耐水ペーパー研磨でもこのラインを研磨してしまうと頂点の塗装はすぐ削れてなくなってしまいます。鉄板の外周も同様に斜めにやっちゃうと塗装がなくなります。フォルクスワーゲンゴルフ7には鋭い山脈がいっぱいあるんですが、クラウンにはほとんどないので給油口の後ろのそれっぽいところを実験台に選びました。プレスラインを 1、2 ミリ覆うようにマスキングテープでカバーしてこっち側を研磨したら、逆側にテープを貼り替えてそっち側を研磨するという手順で行います。結果的にプレスラインは2ミリぐらい削られないってことになりますが、あまり問題にはならないと思います。後々ちょこっと目分量で削ればいいです。ちなみに6000円セットは切削力が弱いので、よほど尖ってなければ大丈夫でしょう。それではポリッシャー研磨をします。コンパウンドはモノタロウで、時間はゼロワンの時と同じ2分間です。カバーの紙に穴が開いています。印刷のインクが染みついちゃいましたが、気にせず続行します。下側はリンレイです。さて結果をご覧ください。耐水ペーパー2000番で普通以上にスリスリしましたが、上のモノタロウも下のリンレイも差がわからないピカピカの表面に仕上がりました。値段の高いダブルアクションサンダーやウールバフなどを使わなくても6000円セットで見事に2000番の研磨傷は表面になりました。話や文章で知っていても真っ白に傷だらけの状態を鏡にするって見るまでは納得できませんよね。クラウンの塗装は硬くて多分塗膜も厚いですが、車格やメーカーによっては柔らかい塗装の車も多いので、耐水ペーパーのやりすぎは注意しましょう。切削力の弱い6000円セットのコンパウンド研磨もプレスラインや鉄板の周りなどは要注意です。8番目のコーナーで詳しく解説しますが、あなたの車でどうなるかは必ずテストしてからやりましょう。テスト場所は特に重要ですから、必ず覚えておいてくださいね。3つ目、4つ目の実験は25年間放置されたカサカサ塗装面です。エアコン室外機と鉄板車庫の一色塗り、ピカピカのツヤなんかもともとありゃしないペラッペラに薄い塗装です。まずはエアコン室外機です。3つのコンパウンドを使い、何もしない上側と耐水ペーパーで下地処理をする下側の6エリアをやります。ペーパー研磨は1エリア約20秒です。盛り上がったプレスラインの角は塗装がなくなりました。ペーパー研磨でもコンパウンド研磨でもどちらもそうなんですが、こういう角は特に注意です。
次は25年も放置されてきた鉄板車庫の外板です。古いガードレールみたいに表面は塗装が白い粉になっちゃってます。左側がペーパー研磨、右側はペーパーなしです。エアコン室外機と同じ1200番の耐水ペーパーで約20秒間研磨します。コンパウンド研磨もエアコン室外機と同じ各2分間です。結果をご覧ください。まずわかるのはパッと見表面はピカピカしていますが、油性マーカーで書いた文字がうっすら残っているところがあります。リンレイとモノタロウです。深い傷というかひびというか割れ目みたいなものが残っていると考えられます。 3M は切削力が強くて文字は残っていませんね。文字どころか真ん中辺は色がちょっと違いますから、鉄板の寸前まで塗料が削れたようです。あと 1,2 分やってたら鉄板が見えたことでしょう。僕の採点をどうぞ。左側が1200番耐水ペーパー、右はペーパーなしです。エアコン室外機の採点も並べてみましょう。分かりやすく同じ並びになるように90度回転します。3つすべてのコンパウンドで1200番耐水ペーパーで下処理をしたものが高得点です。この結果は何を表しているかなんですが、車庫やエアコンのボロボロになった塗装は表面ほど劣化がひどくて、その劣化のひどい表面を耐水ペーパーで削り落とさないとまともな塗装が姿を現しません。まあペーパーで削り落とさなくてもコンパウンド研磨を10分とか16分とかやればやがてまともな塗装が姿を現すでしょうが、時間と労力とコンパウンドが5倍とか8倍かかるということです。僕が実証実験を4つまでもして何を実証したかったのかが、この車庫やエアコンの塗装は僕の忠告ラウンそのものです。もしかするとあなたの車もそうかもしれません。僕が1年以上クラウンで何度も何度も6000円セットで研磨してもピカピカにできなかったのは、この実証実験のペーパーなしの作業をずっとやってたからです。お分かりですね。僕がクラウンの劣化がひどい塗装を効果抜群の値段が高いダブルアクションサンダープラスウールバフプラス 3MF1 でぶっ飛ばした状況が、この実証実験の耐水ペーパー1200番による下処理とイコールということなんです。車にやる作業自体はなんとなくわかりましたね。ではあなたの車の状態を判断するのにイエス・ノーのフロー図を作りました。左から右へ進みましょう。イエスなら青へ、ノーなら赤です。
大体多くのケースでは最終的にポリッシャー研磨を車全体へ豪雨となりますが、赤字の2つはこの辺で諦めて、その時点の仕上がりに甘んじて車全体にポリッシャー研磨をしましょうという結末です。前にも言いましたが、塗装研磨の深追いは悲惨な現実につながります。諦めることは大事なことです。水色にたどり着いた場合はほぼ鏡に近いツルピカになるはずです。それとテストするってのがいっぱい出てきますが、テストする場所は決めましょう。それは屋根です。今時の車はトールサイズ、SUV、ワンボックスなど屋根は高いところにあって、普通あんまり目が行きません。万一失敗した時も被害が最小限で済みます。またテストする大きさは名刺の大きさ程度以下にしましょう。テストでツルピカになってからなるべくマイナーな場所から作業しましょう。僕のノウハウはしっかり理解しても、技術はご自身で経験するしかありません。目立つ場所が最後になるよう手順を考えて進めましょう。約6000円セットのポリッシャー研磨での失敗の可能性はとても小さいです。切削力が小さいですから、やりすぎの危険性も小さいです。それと正反対なのが耐水ペーパー2000番での研磨です。そーっと優しく少しずつよく観察しながら、プレスラインに気をつけて、車のメーカー車格での塗装の硬さに注意し、深追いせず少しやって少しやってを繰り返してゴールするつもりでやっていきましょう。研磨剤コンパウンドの選択ですが、リンレイは性能面では文句なし、普段のいろんな用途にも使えます。量が少なく 280g で1000円ぐらいです。モノタロウは1リットルと量はたっぷり、ちょっと焼き付きが起きやすいですかね。2000円ぐらいですが、送料のありなしが悩ましいところです。塗装面積の大きい車なら存分に使えるこの選択もありです。また2万円以下で楽ちんなら全然いいじゃんという方は、このセットはいかがでしょう。ボッシュのランダムアクションサンダーにウールバフと仕上げ用スポンジバフ、切削力の強い 3MF1 コンパウンドと仕上げ用にリンレイです。最強ですよ。そうだ、こってり忘れてました。プロスタッフのちょっとした改造です。このポリッシャーはスポンジディスクに布の袋かモフモフの袋をかぶせる仕様です。僕はこんな専用品をいちいち買うのはバカらしいので、ダイソーのファスナーテープを接着して一般品のスポンジバフを使えるようにしました。欠点としてはスポンジのディスクにスポンジのバフが重なるので、押さえつける力がダブルのスポンジが潰れることに使われちゃって、研磨面に力が行きにくいところです。ウールバフのようにスポンジじゃない硬いバフなら欠点も目立ちません。まあ最初は袋3つを使ってから考えてもいいでしょう。長い動画をご覧いただきお疲れ様です。僕のように車との時間が楽しい方は、6000円セットとダイソー耐水ペーパー研磨を、めんどくさいのは嫌だな、カーコーティング屋さんに出すより2万円ぐらいならいいじゃんという方はそちらを、どちらにしてもあなたの愛車がピカツル、鏡のようになるように願っています。いつもドリチーファンズをご覧いただきありがとうございます。ドリチーでした。じゃあまたねー。